過去に魔人の食卓のサイトをまとめたサイトがあるぞこれ多分俺も認識しててもうでもあれなんじゃないもうもう多分どっかで空いてしまったのかレシピカテゴリー米おーおーなんだこの顔 <laughs> ん あ,あ、これ作ったな。これ。これ売り物みたいだね。ほんと。売り物っていうか、あの、外で食べるうなぎみたいだね。これ。うん。懐かしいっすね、これね。な、なんかホラーサイトみたいなんだよな。そう、若干な。これ、俺生放送でやってたんだよね。これ全部。これ、この時って。動画じゃなかったんだよ。この時。これ、全部多分生放送なのよ。うん。<laughs> なんだこれ。闇明太子スパゲティ。恥ずかしいやだ 恥ずかしすぎる。うん。やだ。今もうできない。うん。闇明太子スパゲティ。超キューブ味噌ラーメン。やだ。やだ。超キューブ。超キューブ味噌ラーメン。クラウドの技だわ。うん。魔人のや、魔人の炎の焼きそば。 いやちょっと恥ずかしいっすねこう見るとね <laughs> あれこれは卵料理か、うん、ああ鎌倉ハムな、うん、七光のあんかけチャーハン」どの辺が <laughs> どの辺がうんどの辺がマジで。 マジンの肉詰めピーマン。これ絶対タイトル間違えてるわ、これ。うん、ピーマンってやろうとしたらピーマン。この時はまだ、あれだったな、ヨッチのツイートみたいな感じだったな、多分な。5時脱字が。なんだこれ、レジェンド・クワトロ・ムニエル。<laughs> レジェンド・クワトロ・ムニエル。 肉まだそんなないよそんなにないだあのあのダブリがあるから <laughs> 終わってるってマジでホントに <laughs> <laughs> まだだってダンジョン飯やってないだろこの時 2020年、やってるかなこれ二軸弱とマンドラゴン <laughs> あ漫画はもうやってるおかしいってこれうん漫画はあるのかちょっとちょっとダメだなこれ <laughs> 何か全く分かんないだと思う、これ二軸弱とマンドラゴンの憎みこれただのあれだぜあの鳥手羽と 大根の煮込みなんだよこれただのうん釣りタイトル「にじくじゃきとマンドラゴラ」の煮込み砂肝 <laughs> とエビの絆が生まれるリバイバリバイブアヒージョ意味が分かんない <laughs> 意味が分かんない <laughs> リバイブアヒージョ<笑><笑>ああ 七光の獣巻きだから七どっから来てんだよこれ3本しかねえぞ獣肉巻きのこと獣巻きってやってるこれあー肉巻き獣巻きいいねうん隣国のパワーおやつホットックこれ美味しかったよホットックこれカルディで買ってうんこれしかったこれさらに表示するってあるのこれああるんだこれ下の方にうん ムカつく顔してんだ、これだ。<laughs> マーボー豆腐。これ、誤字なのか、わざとなのかわのか,からん。うん。わからん。うん。レバニラ,ラだか、ニラレバだの。これ、よくありますよね。中華料理行くとさ、ニラレバっていうところもあれば、レバニラっていうところもあって、統一してくれって。うん。うん、どっちなんだろうっつって。うん、<laughs> 闇チキンなんば おかしい闇闇チキン闇チキンナンバーうわあったこれ俺こういう風にやってたな少しでもさ光を当てたいっていう思いからこうやってやってたよ今もうやってねえけどこういう設備ないけど